ゆなです。ゆさです。ピンク、ラテ、B 始まるよ。イエーイ。ということで、今日はなぜ2人なのかと言いますと、今日は、先輩ゆなが後輩ゆずはを完全プロデュースします。イエーイ。いつもちょっとガーリーなゆずはをゆなっぽくしていこうかなと思います。じゃあ早速ね、あの髪の毛とお洋服をね、ちょっとゆながプロデュースしようかなと思うので、早速髪の毛からやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。巻いてっていい？全部外巻きですね。ゆずはめっちゃ綺麗だ。綺麗ですかね。でもすぐ取れちゃう。あ、ついてすぐ取れる。え、でも似てるよね、多分。最近のゆずはの学校での出来事は？ドッジボールして、友達のボールが顔面に当たった。どういう感じなの、それは。ガーンって。痛くない？それは痛かったけど、鼻血出なかったからいいかなって。そこがいいラインだ。え、でも当てられないって思ったから。あ、ね、そしたら顔面に来ちゃって。動いてもないのに顔面に当てられたんだ。ゆなちゃんは？この前友達と性格診断っていうのをやったんですよ。最近流行ってるんですけど、めっちゃ当たるみたいな性格診断があって、うん、私は広報運動家ってやつなんですけど、友達と全然違くて、でもめっちゃ長所と短所とかがね、すっごいねぴったりなんですよ。ちょっと後でやってみて。今でもいいよ、なんなら。なんか今度企画とかでやりたいですよね、そういうの。確かに。個性豊かですから、多分一緒にはならない。多分。無理やりたい、ゆなちゃんに彼氏がいるのかって。いないんだよな。え、でもなんか、恋の季節はね、やってきそうになりました。噂みたいなの流れるじゃないですか。好きなんじゃないかみたいな。でもなんか噂されると、冷めちゃうんですよ、そこで私。なんで言うのって思う。その。ゆなちゃんって、年上より年下タイプですよね。マジで私全然年上だよ。年下タイプだと思ってた。犬系とか好きそう。犬系は好き。犬系は好き。年上犬系がいいんだよね、なんか。普段とのギャップがめっちゃ好きなんですよ、私。しっかりしてる人が、私の場合だけ犬系。こういう少女漫画みたいな展開がね、好きなんですね。恋愛してなさすぎて、もう理想だけは高くなっていくから。今年は1年が早く感じた。早いよね、分かる。確かに小学校卒業じゃん。私も卒業だ。だからその前に受験があるんだよ。そうだね。この前やっと最後のテストが終わったんですけど、点数が、数学と理科が終わってて、泣きそう。英語が上がってたから嬉しいなと思って、2連続ぐらいで悪い点数しか返ってこなくて、もう慣れてました、ずっと。理科も文系じゃないんですか？理科、理系、理系か、そうそうそう、社会かな、文系。で、社会得意。おー、すごいじゃん。地理とかちゃんと復習とかしてた方がいいよ、違う。地図は読めないし、県も覚えてないけど、そのままじゃないか。北海道、青森までは覚えてる。小学校でさ、一応ね、地理と行きするじゃん。中学校でもう一回同じことをね、繰り返すの。だから、大丈夫だよ。小学校のうちから興味ある分野で負けてほしいですよね。大体その国分で、得意は伸ばしていけないんです。確かに。苦手な教科を頑張って覚えようとしても、嫌いな教科とかを、入んないんです、頭にも。担任の先生がその教科を面白くして頭に出てくれるから。いいな。でも楽しすぎてどっか行っちゃうけど。どういうこと？今の先生、社会の担任の先生が、大事なところ赤で書いて、それを覚えとけば。これめっちゃいいね。小学校に戻りたいもんね。もう中学校どんだけ頑張っても100点取れないんだもん。でも中学の先生ですね。先生、マジで先生、理科の先生が3年間一緒なんだけど、本当に覚えれない。苦手なのかなって思う。嫌いなのでもともとね、理科は。だから全然覚えれなくて。ゆずも理科苦手。ね、小学校の子って生活じゃなかったの？理科と学活がある。あ、生活は多分1年生、2年生ぐらい。動物の観察とかするんだよね。
活って何するの？クラスで話し合って、うん、クリスマス会やったり、うん、金曜日担任の先生の誕生日会やって、うん、宿題出しになった。いいなぁ。いいじゃん。私それあったんだけど、誘いの逆にプレゼントでなんか宿題多くされたんだよね。えっと思って二度とやらない。二度とやんないわ。じゃあお祝いしてあげたのにね。結構ゆさちゃんガーリー系もだけど大人っぽいの似合うと思ってるんですよ。うん、大人っぽいかっこいい感じのゆずはが今日は見れちゃうかもしれない。見れちゃいかも。最近は恋愛の方はどうなんですか、ゆさちゃん。なんかさっき話してるの聞こえて、何話してんの？私内容は聞こえなかったんだけど。話してたね。もう一回ユナにも教えてあげな。ええー？何クラッシュできた？いや、好きじゃなくなりました。あ、そういうこと、そっちね。結構前に好きじゃなくなって、今は好きな人いないんです。別に普通に？普通に中学も違うし。確かに。あ、そっか、上なんだもんね、一個。うん、学生の頃の一個上って大きいですよね。うん、大きい。一個上って言うだけでちょっとかっこいいしね。わかるね。いや、うちの先輩かっこいい人いなかったんだな。これがイケメンもいるけど性格とか、聞いてくれ。性格とかでなんかめっちゃ紳士な感じの態度されると、うん、めっちゃかっこいいって言うと、うん、ブス戦なのって言って、なんかそれもそれでなんか失礼だし、相手に。かっこいいんだけどな。中身もね、大事だもんね。大事ですね。中身かっこいいと、かっこよく見えます。あー、わかるわかる。っていうか、なんか、うんうんうん、確かに、なんかもう醸し出す雰囲気からかっこよくなるよね。そうなんですよ。うんうんうん。なんか中学生でそれができてるなっていうのがすごいって思うんですよ。あー、確かに。別に私も同い年だけど、ガキじゃないですか、正直ね。子供だからね、みんな子供だから子供多いじゃないですか。うん、ねだけど、なんかそういうことされると、うん、え、なんかすごい大人だなってなりますよね。何？本当に。そうだな。モテるでしょ。いや、そんなことはない。あるな、これ好きだよみたいな言われるの。告白されたことある。え、でもなんか好きって言われたら好きじゃなくなっちゃう。蛙化現象ってことですか。追いかけてたいタイプっぽい。確かに。そうです。ね、好き好きってなんか相手から好き好きってされるの無理です。うーん、好きって言われた方が幸せだよ。幸せ。愛される声が一番幸せよ。え、でも好きな人に好き好きって言われたらちょっと無理かもしれない。追いかけてたかったのにってなるってこと。好きな人は手の届かない存在でいたいみたいな感じ。わかんないけど、なんかそう、好き好きってされると反応に困っちゃう。恥ずかしい。好きだからだよ、それでも。そうだよ。このシーンのネイルチップ、ゆなちゃんが昨日届いたって朝言ってくれたんです。めっちゃ同じで。つけようと思ったんですよ、今日。でも明日学校だから、じゃあいっかって。こっち見て。可愛いです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうかな、わかんない、見えない。見えない。どうですか。あ、いいいい。こっち見て。どうですか。あ、かわいい。いいじゃん、いいじゃん。いい。じゃあ、次は洋服を選んでいきます。はい、では選んでいきます。そのね、ピンクヤってはね、結構ガーリー系が多いので、その中でもユナっぽく着れそうなやつを選んでいきます。あ、でもこれとかかわいいな。かわいくないですか。あ、かわいい。かわいい。わあ、いいね。ゆずはが着なさそうでめちゃくちゃいい。かわいい。かわいい。あ、かわいい。かわいいですね。うんうん。じゃあ、これにします。はい。はい。じゃ、はい、ということで、私の完全プロデュースが終わりました。では、早速、登場していただきましょう。ゆずはさん。はい。じゃーん。
印象はめっちゃ変わった。いい感じ。めっちゃ感じに髪の毛開けたし、なんかね、こうでもあとゆずはが着ないような感じにしてみました。前髪もね、ちょっと感じでね、分けてやりました。リップもね、私のあの濃いめのリップを使っていい感じにしましたダンスとかやってそうじゃないですか、もしかしてこれで1日撮影ですか。はい、今日はユナプロデュースで1日ずっと撮影します。小泉さん、楽しみにしててください。かっこいいユザホを見るんじゃないかなと思いますということで、今日1日、ユナユズハ、ユナユズハ、ユズユズナ、ユナ、違う、ミニユナユズハで行きたいと思います。今日はペア、レッツゴー。じゃあ撮影行ってきます。バイバーイ。じゃあ行こうか